皆さんどうもこんにちは。今回はバーミンガム大学の研究結果のもとにセブンイレブンで買える痩せる飲み物3選について動画で解説していきます。では行きましょう。マルタスクですが、コンビニといえばなんか体に悪そうで太りそう、そんなイメージが少なからずあるかと思いますが、選び方さえ知っていれば全然そんなことはなく、もはやどこにでもあるコンビニはダイエットの最強の味方になってくれますよ。というわけで、セブンイレブンで買える痩せる飲み物3選について早速解説させていただくと、一つ目が強炭酸水レモンでございます。まずそもそも水には食欲を自然に減らす効果が確認されておりまして、バーミンガム大学が肥満気味の男女84名を対象に調べた研究によると、食事の30分前に必ず 500ml の水を飲むようにすると食欲が自然と減って、12週間で平均 4.3kg 体重が減ったと発表していて、正直水だけ飲んでいたらダイエットできそうなレベル。ただ炭酸水はこれにプラスして炭酸ガスによって胃が膨れて、少しの食事量でも満腹感が得られること、あとは太っている人あるあるですが、コーラやファンタ、他には甘いカフェオレなんかでカロリー取りがちでございます。例えばペットボトルのコカ・コーラ1日1本飲む人だと、だいたい1日225キロカロリーを飲み物で取ってる。それだと1年間で82,125キロカロリー、体脂肪に換算すると約 11.4kg も体重が変わるわけで、要するに飲み物から取るカロリーだけでもゼロにすることができれば十分痩せるわけでございます。ただここでゼロカロリーのダイエットコーラ飲んでるみたいな人も多いかと思いますが、それだと人工甘味料が入っていて結局甘く感じる、それによって甘いものへの依存が止まらないなんて理屈もございますので、少しレモン風味がして美味しい強炭酸水レモンに置き換えるのが最強なんですよと、そういうわけでございます。そして飲むだけで痩せる飲み物2つ目がサバスミルクプロテインでございます。最近ではタンパク質を取らないと食欲が減らないなんてことはもはや常識になりつつあって、コンビニでこんなサラダチキンを買ってモリモリ食べている人も多いかと思います。ただとはいってもこんな味気ないサラダチキンを毎回食べるのはもはや宿題みたいでしんどいねんと、そんな方におすすめなのがサバスミルクプロテインで、例えばサラダチキン1個200円でだいたい 23g くらいのタンパク質が取れるのに対し、このプロテインだと1個150円で 15g と結構いい感じのタンパク質が取れちゃうわけでございます。あとちなみにタンパク質は食材から取らないとダイエット効果ないんじゃないのと言われていた時期もございましたが、スキットモア大学から出た論文によると、運動をしなくてももはやプロテインだけで十分にダイエット効果がありましたよと発表しているわけなんです。研究内容が57名の男女を対象に3つのグループ、1つ目がいつも通りの食事にホエープロテインをプラス、2つ目がいつも通りの食事にホエープロテインと筋トレをプラス、そして3つ目がいつも通りの食事にホエープロテインと筋トレ、 HIIT、 ストレッチ、持久性トレーニングとめっちゃ大変そうなグループに分けて、それぞれのグループは特にカロリー制限はせず、1日のプロテイン量は 20g×3回でトータル 60g 摂取、その状態で16週間観察するという内容でございました。結果が全てのグループの体重が優位に減ったと発表していて、特に興味深いのが普段の食事にプロテイン分のカロリーを上乗せしたにもかかわらず体重は増えないどころか体重が減ったと発表している点でございまして、プロテインの効果がすごいと、そういうわけでございます。そして飲むだけで痩せる飲み物3つ目が蜂蜜黒酢ダイエットでございます。もはや商品名にダイエットって入れちゃうくらいの強気の商品でございますが、お酢にはダイエット効果が確認されておりまして、研究内容が日本人155名を対象に3つのグループ、1つ目が1日 15ml のお酢を飲んだグループ、2つ目が1日 30ml のお酢を飲んだグループ、そして最後3つ目が何も飲まなかったグループに分けて12週間過ごしてもらうという内容でございました。その結果が1日 15ml のお酢を飲んだグループは平均 1.2 キロほど体重が減少し、1日 30ml のお酢を飲んだグループは平均 1.9 キロも体重が減少していたとのことで、これは単純計算ですが飲むだけで1年間で8キロ以上ものダイエット効果があって、お酢のメリットがすごいわけでございます。この理由についてはお酢に含まれる酢酸がすごいわけでございまして、お酢を飲んだら超酸っぱい、あの酸っぱいのがお酢の酸と書いて酢酸でございます。この酢酸には血糖値の急上昇を防いで糖が脂肪になるのを抑える働きがある。どれくらい抑えるかというと、さっきの研究結果くらいはあると、そういうわけでございます。あともちろんですが
自宅にある普通のお酢をグビグビ飲んでいただいてもダイエット効果があるかと思いますが、正直酸っぱすぎて1日30ミリはセルフド M プレイをやってる気分になるレベル。ただ蜂蜜黒酢ダイエットは1本14キロカロリーなのにもかかわらず美味しくお酢が摂取できてすごい、だからどこでも置いてるくらいに売れてるんですよと。多分そういうわけでございます。さらにですね、私自身毎日実践している一般的なダイエット法よりも2倍速でめっちゃ簡単に痩せる方法を解説した動画を中瀬の本棚公式 LINE 限定で無料配信中ですので、興味ある方は概要欄からご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。